こんにちは、黒川真由美さん、メッセージの方ありがとうございます。東京にお住まいということなんですけども、私はね、広島ですね。まあ東京といえば、私が好きなのは葛飾柴又でございます。何度も何度も言って、男はつらいよ寅さんのね、映画になりきって、あの格好で私なんていうのはね、街を歩いたもんですけども、いや柴又ね、懐かしいな、また行きたいですね。そしてですね、私のことをちょっと話しますと、私はね、今隠居してますのんびり暮らしてます。すみません。一定の資産ができましたんで、あとはね、投資の利回りと、それから配当でやっているんですよね。まあそれまではビジネス、コンテンツビジネスと言いまして、まあお金の問題解決に関するね、情報商品を作りまして、それを販売してきたということになります。で、購入してくださった方は1000名以上、47都道府県、そして、まあ、世界14カ国にいるわけなんですけども、これをね、私はね、速稼塾というふうな名前で、お金を稼ぐ塾の運営という形にしておりました。まあ現在もその速稼塾をやってるんですけども、もう私が隠居しましたんでね、もうあとはお金を稼ぐんではなくて、投資や利回りによってただ受け取っているだけっていうことになります。まあ、積極的に商品を販売することはもうなくなったわけなんですけども、まあでもこれからもね、新しい時代に向かうに従って、さまざまな知識や経験が必要になってくると思いますし、またね、もう私も年も年ですから、次の時代に向けた新しいね、教育コンテンツっていうのもこれから作っていこうかなと思っております。まあそんな感じですかね。まああとはね、 Facebook の記事投稿を見ていただければと思いますけども、もう完全に私はね、生まれたばかりの子供とね、それからまだ新婚ほやほやと言いますかまあ年の離れた奥さんとね、楽しく毎日暮らしているところを Facebook ではアップしております。昔はビジネスばっかりの私の Facebook ページだったんですけどもね、あまりにも記事が多いんで、ワンスクロールクオと呼ばれてね、私の記事が、私の友達関係にある Facebook の仲間っていうのはね、もう久保さん記事多すぎて他の記事が読めないよってクレームが来るぐらいだったんですけども、まあ知られることって大事ですよね。はい、また長くなっちゃいますんで、今回この辺にしておきましょうか。どうもメッセージありがとうございます。